こういうところがどうなんだろうとかね、思うところを的確に相手に励ましてもらえるそういう関係性なんじゃないかなと思いますね。うん、まあないものを補い合える関係。皆さんこんにちは、サラです、えー。今日もリクエストいただいたスノーマンの。 渡辺翔太さんと目黒蓮さん「め、え、め、ー、鍋コンビ」の相性を占っていきたいと思います、えー、この数日ね岩本光さんと目黒蓮さんの「にきめめコンビで」佐久間大介さんと目黒蓮さんの「めめ作コンビ」えー、数か月前にはメメラウ「めめらう」「めめこじ」もね、えー、配信してるんですね。 でもっと前に s n o w m グループとしての占いとメンバーそれぞれの占いを配信してますので良、まあ、ければそちらの方も概要欄にリンク貼り付けておきますのでご覧いただいたらと思います。で渡辺翔太さんはさそり座で誕生数1目黒蓮さんは水亀座で誕生数8でこのね、あのー、詳しいことも個人個人の 配信の方でお話ししてますのので良ければそちらら方をねご覧いいいたただなと思いま,すまあ基本的に渡辺翔太さんの「サソリ座」で誕生数1っていうのはもうとてもねこだわりが強い魅力的な人でリーダーシップがあるのかなっていうようなねそれが性質だと思うんですね。で目黒蓮さんの場合は水が目なんで、まあ、常識にとらわれない。 で誰をも差別することなく付き合うそして、まあ、プロフェッショナルな誕生数8っていうねそういう性質を持ってらっしゃる2人なのかなと思いますだからもしかしたらねあの渡辺翔太さんの方がぐいぐいと目黒蓮さんの方に寄っていくと目黒蓮さんはもしかしたら離れていくような離れるというかあんまりベタベタ あの好まない部分ももしかしたらあるんじゃないかなとは思うんですね、うん、まあでも s n o w ね本当に仲がいいっていう評判なんで、まあ、そのメンバーの中でどのメンバー同士でも非常にねあの仲良くお互い、まあ、切さたく磨しながらね接していてるのかなっていう気はしますね。えっ、ー、とラウールさんが一番若いんですね。 目黒蓮さんはその次に若いから他のメンバーとはまあ3つから5つぐらいの年齢差があって、まあ、下の方になるわけですよね。で今日はその渡辺翔太さんと目黒蓮さんの相性5つ年上なんですね。はいまあ、その2人の相性関係性をね見ていきたいと思います。 見ていきます。はい、こういう展開です。はい、ええー、渡辺翔太さんと目黒蓮さん。 めめ鍋コンビの相性こういう展開です、まあ、まずね太陽のカードが出てるのでとってもいい仲間いい友達関係かなと思いますねそして悪魔のカードが逆向いてて次のカードで解決っていうのはまあお互いがこう言いたいことを言い合える関係性っていうねそういう、まあ、切っても切れない間柄なんじゃないかなって思いますね そして女帝が見てる正義手品師が見てる忍者ってなるとおそらくこれは目黒蓮さんから見た時にこうもうこうだって決めつけない考え方をしてる渡辺翔太さんのことがとても魅力的に感じられるし渡辺翔太さんから見た時には目黒蓮さんがとても精神的に大人。 精神的に引っ張ってくれるような存在であるところに魅力を感じてるっていうね、まあ、それぞれがだからまあ2人でいると自分はこういうところがどうなんだろうとかね思うところを的確に相手に励ましてもらえるそういう 関係性うんまあないものを補い合える関係まあ年齢差はね5歳あるけれどまあ私ここ数日ね言ってますけど目黒蓮さんは割とねあの年齢は年下なんだけど割とねあの落ち着いた大人な考え方もされるんじゃないかなって思うんですね、まあ、それが時にはね。 常識外れとかね思われるかもしれないけど何だろうまあ逆にね常識って何っていうようなねそういうところがあってそういう部分が、まあ、他のメンバーからするとうん、まあ、発想が豊かというかね、うん、なんか参考になるようなねそういう存在なんじゃないかなって思うんで、まあ、今回のねこの渡辺翔太さんから見ても 目黒蓮さんから見てもお互いがね自分にないものを持っててまたそれで励ましてもらえるお互いのそういう存在っていうねそんな気がしますね。まあそのま w ま a n は、ね、なんかこうどのコンビをね、まあ、占ってもって、まあ、まだそんな全員したわけじゃないけど割とね、あのー、みんないい関係性なんですよね。 だうわ、まあ、噂とか、ね、ネットでは、ね、仲良しグループって、ね、言われてるけど私は本当に、ね、こうタロット見てても、ね、本当に、ね、あの仲のいいグループ仲のいいコンビメンバーかなって毎回思いますね。だから、まあ、スノーマンというメンバーに選ばれるっていうのはやっぱりそれだけの、ね、なんかこう神様の采配もあったのかなっていうような、ね、そんな気がするそういうグループかなと 思います、ねまあこの2人も本当にお互い励まし合える関係性で仲がいい、ね、そういう2人じゃないかなと思います。ということで今日は渡辺翔太さんと目黒蓮さんの愛称をタロットで占ってみました。チャンネル登録グッドボタンコメントまたリクエストがあればお寄せください。